ゴールへのパスとクロスの基本。さあ何回もはできないぞ。 OK 完璧。 OK コントロールショット。うわーこれは最悪だ。 OK さああと1回。オッケーあと1回。さあオッケーよかったー。ふわふわしてたけどなんとか A を取れました。そしてクロスの基本。いやクロスあんま得意じゃないからここで普通に練習したい。おーいいですね。さあそしておー2回ともいい。結構入ったよ。さあ最後いったろ。 OK 完璧。練習完璧ドン。 OK いやー得意ですね。やっぱクロス長めの方がいいんだな今作。今作っていうかなんか設定の問題なのかな。 OK どっちも A 完璧ですね。めっちゃ能力伸びてんじゃん。諸君今日はよく頑張ってくれた。さあハンター飛び抜けていたと言われてます。さあというわけでハンターメジャーリーグサッカーオールスターとやりますね。今日もコウチーニョが左、アネ右のハンターが真ん中ですね。さあメジャーリーグサッカーオールスターのメンバー見てみましょう。さあジョビンコ、ビジャ、ピアッティ、アルミノのシュバインシュタイガー、ブラッドリー、あーいますね。ファンデンメとか今メジャーリーグサッカーいいんだ。でハバードまだ現役っていうね。すごい。さあ今日も見せてやりますよ。あダメなのね。気をつけます。さあいい判断ですね。さあおお素晴らしい1起点です。さあハンターのこのね判断から奥を使って飛び出したコウチーニョ。っていうかこの得点パターン自分のサッカーでもやりたいな普通に。さあコウチーニョ黒目が大きすぎてちょっと怖いけど。さあ守備面で中を、おっとちゃんとコースを切ってきたかった。戻すコース、ああいうの江藤とかうまいんだよね戻すコース切り。さあここで引っ張っていって、さあ裏に抜けた、いったいった、あっとシンプルにやれて怒られちゃいました。俺の中でのシンプルだったんだから。こっちだ。あっと。いや楽しいですね。でもこのどこでボールもらうか勝負みたいな。くれ。ドリア。オッケー。フォワードのセンスあるんじゃないのっていうね。今見ました、この外に行って自分でスペース作っての中いいですねこういうのね。ほら外行って中のスペース空けて、ほら出せる時にくれっていう素晴らしいですね。まあ相手がスライディングしてきたらやばかったですけど OK ですよ。はい OK です。くれ、ああ折り返してほしかった。違うね。さあ斜め入っていった、今だ、そうだそうだ、あーいやまずくないだろ今の。なんだこのコンピューターと俺のサッカー感が全然合わないな。さあなんとかポストプレーになっちゃう。さあ OK スペースに出していきました。おーっとキーパーに近すぎたね。さあ行きました行きました、あっとうわー、オフサイドギリギリの駆け引きをまずいパス要求と言われてしまうとね世知辛いですよ。 OK さあ拾うのは誰だ、ハンターだ、ドリア、オッケー頑張った、素晴らしい視野、いいパスどころじゃねえっつーの。うわひどいパスだそれは、何してくれてるんだマネ、シミは。さあそしてクソカウンターを食らっております。
あぶねー、うっそロングキック、リバプールなんか惜しいチームだな。さあゴール見てみましょう。これ素晴らしかったっすね、ほんと外に振って中でちょうど真ん中、サビオラみたい昔の。さあいつになったらセーブポイントが来るんだ。さあスタメンボーナスと市場価格は上がっていきますけれども、どこでセーブされるんだろう。セーブされなきゃ終われないよ。あ、これを達成できなかったと。枠内シュート10回以上。さあ第2章始まりました。プレミアリーグ開幕戦でゴールする、各種目標最初の3試合で勝ち点6以上獲得。さあじゃあ1試合目いってみましょうか。さてニューシーズンだ、新顔もいる、初仕事だ。今シーズンさあやったら追い込め追い込めって言われてますけどね。今まで以上にな、すごい自信だ。無駄にできる勝ち点はない。無駄にできる勝ち点はない。ニヤニヤしてますけどね。マティップがのほほんと立ってて、さあこの辺で一悶着あるか。最近なんか会話イベントない気がするな。さあハンタースタメンです。コウチーニョマネ、後ろにララーナ、ヘンダーソン、エムレちゃん、チャンの方がアンカーなのは不安。さあそしてミルラー左サイドバック、サコーが右のセンターバックになってますね。まあいいでしょう。さあ開幕戦ですよ。さあここでゴールしないといかないですからね、開幕戦で。さあどこと戦うんだ。開幕はクリスタルパレス苦手です。さあクリスタルパレスはベンテキ、カバイエ、ミリボイビッチいるね。これはクリスタルパレスはフランクデブールがいる頃の形になってるんですね。行きましょう。さあゆっくり動いて、さあウイング的な動きで、さあおっと2人目のカバーが早かったけども、さあアレックス・ハンターのプレスによって相手もビビっちゃいました。さあゴール前入ってきたけど人数がいるな。さあこっちから、うわクロス遅っ、おうわー味方が決めた。リバプールっぽい、ワントップがいないところをどんどん使っていくっていうね。いやいいですね、祝福できるかな、祝福。さあコウチーニョの元にハンターが行って、ああテンション上がりますねこれね。 いいでしょう。まあ開幕ね、1点目はやっぱエースコウチーニョって感じで。いやー最初にねパス来なかった時はどうなるかと思いましたけども、ハンターが下がっていったところにみんながついてきて裏にコウチーニョが使うっていう感じ。むしろこれはワンアシストですね。さあ守備の方行きましょう。ファイブバック、さあ戻すボールを、ああ戻すボールじゃなかったか、横だったか、だけどおいいタックルで素晴らしい。さあそしておっと味方と息が合わず、ただこれはいいんじゃないですか。さあ空中戦を使ったクリスタルパレスの攻撃、おおベンテケキープできず、さあここはもう大事にね。いやーそれはないよ、ちょっとあの辺はちょっと萎えちゃうな、あのゲームメイクはビルドアップは。さあここは守備信じましょう味方の。 OK、 そういやーパス合わせようぜ。俺がスペース出てくと思ったのか。 OK、 さあさあ裏にいいパス出しました。あーっと戻ってこない。素晴らしいパス、あーさあおっとここ抑えたかったな。さあお見事なタックル、そしてここで抑えて OK。 さあここで中にいることによってむしろ味方にパスコースを提供し、そして裏、あー間違ったか、あぶねうわーくそー。いやでも挑戦を続けるべきって言われてますね。
もういいんじゃないですか。くれたくれたパスを。これ好きなんであれ。おー BK でしょ。嘘。プレミアっぽい。Plenty of time left all of the second half, of course. I don't know whether the managers told them to do this, but they're defending deep and saying to the opposition. そして狙いすましたクロス。ああ惜しい。くそ、練習の成果が出たかと思いきや。さあ、そしてすぐ持ち場に戻るハンター。かっこいいね。あ、持ち場だったのに。OK、出した。さあ、来てくれ。ああ、来なかった、俺の元には。戻ってきませんでした。ただ、あ、PK だったの、今。うっそ、ひどい、それは。何をしてるんだい。開幕戦だぞ。そして前半終了。さあ、ただ攻撃の中心にはなっております。あー、ちょっと違ったな。違ったわー。OK。うわー、味方が頑張って。スライディングしてくれたのに。さあ、ここはもう競り合わなきゃ。あー、勝てなかったか。うちさんそんな強くないもんな。今だ、くれ、こっちだ、とりゃ OK。 うわー、なんか入りやすくなってるかのように錯覚するようなゴールです。いやー嬉しい。ここで相手の逆をついて加速してシュート。いやー、やりました開幕戦ゴールアレクサンダー。あ、そしてワイナルドゥムが出てきますね。じゃあさっきの20番はならなか、あれワイナルドゥムの選手だった。でもこれでよりシャインよりもワイナルドゥムの方がバランス感覚が優れてるんで。ここで誰、お、いいですね。あ、なんだい、マイボールかと思って。お、素晴らしいインターセプトからの、さあ、パス、そして、さあ、かぶってるよ、かぶってるよ。さあ、外に流れて。うわー、ふかすのかー。ちょっと体が浮いてたのかな。さあ指示きました。ワンゴール決め、そしてお見通し、何お見通しって。さあ一旦外にくれ、俺の方、俺の方に来て。うわー、これな、なんか前作よりもあんまり強くない気がする、このフェイントが。 OK。さあくれ。うわあ、これ無理なパス要求になんない、よかった。これね、結構コンピューターと僕のサッカー感の違いがありますからね。 OK、 頑張りました、よくやってくれた。さあ俺が中央のスペースを空けすぎている。さあ分かってますよ、キープしてたんでんがな。さあちゃんと中を塞いでたから出させませんでしたね、パスを。うわ邪魔だったな、転んじゃったよ。くれ、うわー、でもどっちにしろ早い切り替えからの味方のゴールでよかった。いや、相手と重なった時にね、ちょっとそのまま走んないでちゃんと横に動いたとか。おお、グリーズマンのパフォーマンスしてる。サラーかな、決めたの。あ、コウチーニョ。さあ、そして裏に走っていく選手を使って、ポジションを守れてしょうがないじゃんね、今のは。なので送られてたらもう、なんで怒んないんだろう、こうクロック。さあ、この辺で怒られるかな。
さあ、ロングキックなしだよ。ロングキックいらないよ、ミニオレ。ロングキックしそうだけど、その空気。オッケー、しまった。くれ、オッケー、さあ、ぶち抜いたる。オッケー、決まったぜなんだそのパフォーマンス、全然アップにされなかったけど、ちょっとトラップ大きいかなって思ったけど、よかったっすね、得意のニア。おお、股抜きじゃないっすか。2ゴール、クロップも喜んでる。クロップの方行って一緒に喜びたいね。これが個人的な目標だな。ラストワンチャンスぐらいあるかな。お、あるかも。うわー、ちょっとワンテンポ遅かったな、今の。いやー、あれなー、 R1 いらなかったね。これ勉強だね。開幕戦完璧な勝利です。ハンターとコーチーノで2ゴールずつ。ただ決めましたね、これ。これで体入れてのミドルシュート、初ゴールミドルシュートでの。そしてこれですね、こっち抜いたるっていう。ここで最後の1回はダッシュにしない方がいいかもね。そう、さあ、スタメンボーナスもらい、市場価格も上がり、オグヤール成長してますね。さあ、なんか能力解除できるやつあるかな。まだできない。というわけで、2日にわたって、分けてお送りした、ジャーニーいかがだったでしょうか。皆さんのですね、アドバイス、コメントお待ちしております。レオザフットボールでした。レオザゲームでした。ボーイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にも、レオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザフットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は、下のもっと見るの方からぜひ